はい。どうもこんにちは。えずこです。それでは今回なんですけども、au 自分銀行を開設して、最大2500ポンタポイントをゲット、au 自分銀行のチャージキャンペーンと組み合わせれば、さらにお得にということで、今回は au 自分銀行についてですね。この動画では、まだ au 自分銀行を開設されてない方向けに、開設時のキャンペーンと、お得な合わせ技についてお伝えします。もしですね、au 自分銀行の開設を検討されている方は、必見ですので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは 行ってみましょう。ということでね、今回は au 自分銀行ということなんですけども、まあ、先日、アッシュさんっていう方がね、ツイッターでツイートされてた内容を参考にお伝えします。そのツイートは概要欄貼っておきます。で、この au 自分銀行なんですけども、タイトル通り、解説をするならいいタイミングかもしれないということでございます。まあ、それが何なのかというところですね、深掘りしていきます。 まあその大きな理由の一つがこちらなんですけども、チャージで貯まるポンタポイント還元プログラム AU 自分銀行から AU ペイ残高にチャージで5%のポンタポイントプレゼントというキャンペーンでございます。 確かね、これ見かけたことがある方の中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、今回このキャンペーンですごいのはここなんですよね。この上の部分、お知らせということで、au 自分銀行における auid は、2021年8月の18日より登録可能な auid の対象を拡大いたしました。それに伴い、2021年8月18日以降の適用条件を変更して、従来の au ユーザーのみから auid を保有のお客様に対象拡大しておりますということでございまして、まあこれがどういったことを 簡単に言うとどういったことかと言いますと、もともとこのキャンペーンというのは au 回線を持ってる方のみ5%還元というキャンペーンだったんですけども、僕みたいな au 回線を持ってない方でも、もし auid があれば au の自分銀行を開設して5%還元を受けることができるということでございます。これ結構熱いのかなと思いますね。ちなみに auid に関してはもう基本的に誰でも作ることができます。もう au Pay 持ってる方であればね、auid 持ってる方ほとんどだと思います。 ではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。まず今回の特典の内容なんですけども、5%のポンタポイントプレゼントということではあるんですが、例えば5万円をチャージすると、プラス5%のポイントプレゼントで2500円相当のポンタポイントをゲットできるということでございます。もう本当にもうただとただこれだけなんですよね。というのも、ここにもちょっと小さく出てるんですけども、特典対象となる上限金額っていうのが、期間中合計5万円までということでございますので、なので、チャージの上限金額として5万円、 としてかけることの0.05なので今出てるように5万円をチャージして5%これで2500ポイントがゲットできるので条件としたらかなり緩いんじゃないかなと思いますそしてプレゼントの対象期間ということで口座開設の月から翌月末までということでございますんで、まあ、とりあえずまあ金額はまあまあ大きいんですけども条件はなるべく早くねサクッとクリアするのが一番いいベストだと思いますで、適用条件なんですけども分かりやすいイラストがしっかりと出てます au の自分銀行をまず開設をしてくださいと ま、入力自体は3分でできますよ、ということで、2番目に auid の登録ですね。講座開設時と同時に auid の登録も可能です、ということで au 自分機構のウェブサイトにログインして auid を登録すると。で、あとは aup 残高にチャージをする、というような流れになります。で、講座を開設してからポイントが加算されるまでの流れも分かりやすく出てます。例えば2月9日に講座を開設、auid 登録、そして aup 残高にチャージをすると。その間の2ヶ月間ですね。それがポイントプレゼント対象期間というものになりまして、 その月の末から適用条件の判定日と。で、実際にポイントが加算されるのは2月9日からであれば4月と。なので、例えば10月の場合に関したら、今が10月の2日なので、そこから11月の30日がポイントプレゼントの対象期間。で、11月の30日から適用条件の判定日で、実際には12月中に、まあ、ポイントが加算されるというような流れになります。なので、もし解説される方はそういったイメージで解説をしてみてください。で、ちょっとね、小さく出てるんですけども、この注意事項をですね、読んでいただきたいんです。 ですけども、口座開設日は当校の本人確認が終了した日付となります。と、キャッシュカードの到着日と異なりますのでご注意ください。ということ。そして au p a プリペイドカードをお持ちでない場合、au p プリペイドカード au p プリペイドカードのお申し込みと au。自分銀行の開設の順序は問いません。ということですね。で、au 自分銀行の口座の開設には au。自分銀行がお申し込みを受け付けてから、およそ1週間から2週間かかると口座開設方法によって期間は異なります。ということですので。 ますぐにね、できるっていうわけではなさそうなので、ここはある程度、まあ、頭の中に入れておくぐらいがいいと思います。で、残りのね、口座の開設の手順とか、このページに出ておりますんで、まあ、参考にしてください。でですね、今回お伝えしたこの5%還元、めちゃくちゃ熱いんですけども、実を言うとですね、この5%還元のすごいのは、ここからなんですよ。まあ、それがどういったことかというと、流れでお伝えすると、まずは AU の自分銀行に5万円を入金すると、今回のキャンペーンですね。そこから付与された上限分の、 5万円をを AU AU の自分銀行から AU ペイにチャージをするここまで、OK、でですねでここからですね、なんとなく勘が鋭い方は気づいてくると思うんですけども、実際に aupay にチャージして使わ,使わなくなって aupay の残高が余ることって絶対あると思うんですよ。そうなんですよ。そういった場合どうするかというと、自動払い出し機能を使って aupay 残高から au の自分銀行に戻すという方法でございます。これですね、au 自分銀行自体もまあ推奨してるような機能ですので、問題はないかと思うんですけども、しかも もね、この機能自体は 手数料無料無ででででで行うここととがききるるんでもうこれだけでもねリスクなく先ほどのの5% 2500還元の25ポンタポイトトをゲットできるということでございますいや、結構熱いですよね。で、念のため一応ですね、問い合わせて電話で今日聞いたんですけども、特にこの方法をやって問題はないというふうに回答いただいてはいるんですが、気になる方はですね、一応フリーダイヤルに問い合わせをしてみてください。で、まあよっぽどのね、ルール変更とかがない限りは、リスクなく2500ポンタポイントをゲットすることができます。でですね、まだまだ 実はこれだけで、はなくて、ね、まだあるんですよでここもね、また勘がするような方であれば、また分かってくるかと思うんですけども、どういったことかというと、こちら覚えてますかね先日ね、動画でも紹介させていただきましたけども、au の自分銀行から aupe 残高へ合計5000円以上のチャージで最大2万ポンタポイントがプレゼントされるというキャンペーンでございます。さらにはですね、初めて自分銀行の口座から aupe の残高へチャージされた方には、200ポンタポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。 このキャンペーン車は10月いっぱいまで開催がされておりまして、もしね、講座解説が間に合えば、このキャンペーンにも参加ができると。ちなみにこのキャンペーンの内訳として、抽選で50名様に2万ポンタポイント、500名様に2000ポンタポイントということですので、当たったらラッキーかなみたいな感じで参加してみてもいいと思います。で、この内容に関したら、こちらの動画で解説をしてるんですけども、この時の動画で効率良い参加方法みたいな感じでお伝えはしたんですけども、それにプラスアルファで自動払い出しについても軽く解説をしております。 で、この時の動画で解説したキャンペーンを全部組み合わせると結構すごいことになるんですよね。 それがね、こちらなんですけども、まずは、口座開設した後に AU の自分銀行に5万円を入金すると。そこから、ローソン銀行 ATM で AU 自分銀行にチャージをすると。1回まで入金する際には、手数料無料で行うことができます。で、その後に、今現在ですね、ローソン銀行 ATM からチャージをしたら、スタンプのキャンペーンがありまして、最低でも10ポンタポイント。で、抽選で2000ポンタポイントが当たるキャンペーンもあります。まあ、それがこちらなんですけども、そこから AU の自分銀行で、 au pay に5万円をチャージします。それが先ほどお伝えしたこちらのキャンペーン。5万円っていう理由はこの2500ポンタポイントの上限までゲットするための5万円ですね。で、そこからさらに今お伝えした最大2万ポンタポイントの抽選に参加ができる。まあ、これはね、合計5000円以上の入金ということですので、この5万円チャージで条件をクリアしてると。なおかつ、初めての人はね、200ポンタポイントもゲットできて、で、 使わなくなった残高は払い出しをすると、自動払い出し機能を使って手数料無料でお金を戻すことができるんで、この流れ、一連の流れはもうリスクなく行うことができるんで、もし講座を開設される方、AU の自分銀行講座を開設される方はですね、フルでこの恩恵を受けれるんじゃないかなと思います。まあちょっと手間かかるとこではあるんですけども、もしね、やり方がなんとなくイメージ湧いてきた方はぜひスクリーンショットどを撮っていただいてトライしてみてください。もうすでに持ってる僕からすれば結構羨ましいです。 で、ちなみになんですけども、AU の自分銀行を持つメリットはということで、一応僕なりのメリットをサクサクっとピックアップさせていただくと、AU 自分銀行の場合、AU の自分銀行を使って AU ペ残高にチャージした分を、まあ、払い出しすることができると。自動払い出しを使えば手数料無料で戻すことができるんで、これはね、AU 自分銀行の魅力的なところかなと思います。二つ目は、三菱 UFJ 銀行の振り込みが手数料無料で行うことができます。なので、もしね、お金を移したい方はですね、こういった方法も試してみてもいいと思います。 ちなみに僕は何かしらのキャンペーンの時とかにたまに使ったりしますね、この機能は。で、三つ目に関しては、スマートフォンだけで入出金ができるということでございます。ここ最近ね、スマートフォンだけでも取引ができる銀行かなり増えてきてるとこではあるんですけども、AU 自分銀行もその一つと。なのでキャッシュカードを持ってなくても、手元にね、スマホがあるんで、もしね、緊急でお金を出したい時とか、まあ結構そういった方法の時に、機能はかなり使えるかなと思います。最後四つ目は、入金の手数料が一回無料ということですね。これは月のランクにはよるんですけども、一番下のランクの方でも、 までであれば入金の手数料無料なんでこれはこれで結構使えるかなと思います他にもですね何か A U 自分銀行に関するメリットがあればですねコメントで教えていただけると嬉しいですまあ、そんなこんなで今回は英雄自分銀行のポンタポイントが5%付与されるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたこれ確かね僕の動画でもかなり前に一度動画にしたような記憶もなきにしもあらずのような気がするんですけどもまあ僕自身はですねもう結構前にも A U 自分銀行を開設しているのでこの5% パーセントに参加ができないのはちょっとね、悔やまれるとこではあるんですけども、もしですね、講座解説を検討されている方は、まあこれもね、一つの方法として、まあ取り入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。で、先ほどもお伝えしたように、この講座解説自体は、1週間から2週間ほどかかるということも記載がされていましたので、もしね、いろんなキャンペーンと組み合わせて使われる方は、なるべく早く取り組まれることをお勧めします。 あとね、講座解説とかに関して、これはちょっと気になるなってことがあれば、このキャンペーンページの下の方にですね、問い合わせ先も電話番号が載ってましたんで、まあ、直接ね、電話で問い合わせてみるのも結構ありなんじゃないかなというふうに思います。で、今度はお伝えさせていただいたキャンペーンのリンクですとか、先日解説した動画もね、概要欄に貼っておきますんで、また気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。